この人好きになっちゃあかんねやろうなって。でも分かる、ちょっと分かる、分かるわ。バチバチ甘える何この空気めっちゃ面白そうやない。言わんのかい、なんだろう。バチェロレッテ参加者の候補はどう？うん、バチェロレッテ参加者の候補はそうだよ、別に何も間違ってないけど、うん、協調せんない同じその会社経営をやってる立場でいくと、彼女自身はよく知らないけど気は強そうだな。うん、であともっと言うと孤独だろうなとは思う。なんか経営者だからこその孤独さはあるから、うん、私のことを好きでいてくれる人だから守ってほしいんだと思う。気持ちは分かる。そう、分かる。だからやっぱり会社で普段頑張ってるから、家で私のことをグッと包み込んでくれる人を探してるんじゃないかなとは思う。てか求めてる男性はそういうちょっと包容力があるというか、どう思うかな。だから逆に言うと僕みたいなタイプだとちょっとぶつかっちゃうかもしれない。もしかしたらスギちゃんみたいなタイプの方が、外でバリバリ頑張って家では癒されたいっていう、ゆっくりしたい。孤独感は感じる。確かに理解者っていうか、すごい深いところまで理解してくれる人にすごい強さ感じるみたいな。彼女のその鎧をバキッて剥がす人じゃなくて、一本一本こう糸をほどいてちょっとずつ外してあげる人かなって気はしたな、イメージ的に。ちょっと待てよ、むずいぜむずいぜ。スギちゃんだったらどうやって解きほどいてく彼女の鎧を。わしが聞けてよ。まさに聞きたい。ちなみに誰聞いてる？ラスト2言っていい？いいよ。長谷川圭一さんと小出さん。僕ジェイさん。ジェイデンさんが気になるな。気になって仕方がない。あのめちゃくちゃプレッシャーなわけじゃん、シーズン2なわけでしょ、うん、そうね。ということをいっぱいいっぱいの時に、それでも自分のことをちゃんとそのリラックスさせてくれたりとか、うんうん、そういうことを考えて、しかもそれがあざとくなく自然に普段からそんな感じなんだってなったら、僕 J デーさんはあの言葉で発しないけど、そのにじみ出る尊重さみたいなのがあって、なんか自分を気になって仕方ない。僕その2人でもう1人そのトップ2に入れるかなと思って気になってるのがビルマッチ君。あ、物腰の柔らかさはあるんだけど、意外と強いんだろうなとは思っていて、なんか芯もありそうだし、だからこのビルマッチさんのあの優しさがどっかで一回グッとこうグッとこうなんかオスを出す瞬間があると、尾崎さんなんかね意外とキュンとするんじゃないかなと思って。どう、他に気になる？これはマクファーレン君。やっぱプロアスリート強いね。経営者とスポーツ選手対象なんか良さそうだけどな。会社経営、相手はスポーツ選手で極めてる同士で落ち着くんじゃない？そもそも尾崎さんってグイグイ系がいいと思う、それとも自分からちょっと追いたいと思う？追いたい。追いたいんじゃないか。尾崎さんがちょっと追いたいとするならば、最初の長谷川さんは距離感の取り方上手。強いよな長谷川さん、マジで強い。強いよな。なんか男としての色気もあるし、包容力ありそうだもんな、落ち着いてたし。最初翔太が来た時、俺実は長谷川さんと同じ印象だった。やっぱり。あ、そうそう、ね、分かるよね。喋った喋った喋った。俺スギちゃんと、そうそう、本当に俺とスギちゃんとローズで、いや、あの人かっこいいよっつって荻原さんっつって、荻原だよ翔太、推しは？推しはね、やっぱ愛知出身で名前も一緒、小出翔太さんで。おお、わかるよ。強いと思う。みんなが行かなかったら多分行くだろうし、みんなが行ったら引いてるし、尾崎さんはそれも見れる女性だと思う。はい、うん、なので小出さんに1票。どうでしょう、のっきーさん。僕はですね、中道リオン君で、あざとさをうまく利用しながらちょっと頑張ってほしいなっていうふうに思いますね。スギちゃんどうですか？僕ね、ジェイデン君、いや普通に最後まで行くんじゃないかなっていうふうには思うけどね。僕はですね、推しはレオン君の方です。レオン、このダンサー、はい、なんか自分には持ってないそういう魅力的な人がこうすごいこう勝ってくるのもなんか応援したいなとは思うな。でも強いのは多分長谷川ちゃん強いな。参加者の皆様も本当にこういろいろな勇気を振り絞ってあの参加した旅だと思うので、見てる方には本当にその一人一人のですね、あの勇気とかなんかそういったところをなんか
称賛してほしいなっていうふうに思ってますし、真実の愛とは何なのかっていうことも皆さんも一緒に考えてですね、見ていただければと思いますので、そんな感じでよろしいでしょうか。はい、何このクッキーいや良すぎたからちょっとちゃちゃ入れて怖いじゃんメディアに出ることって、うん、そういうのもまあちょっとね多めに見てあげてね、どうなるか分かんないけどさ、うん、みんな頑張ってやってるから、嫌な思いしてほしくてやってる人はいないからさ、そうだよね、うん、単にみんなに頑張ってほしいし、うん、見てる方も楽しんで見てもらいたいなって思う、うんうん、だって全部使われるわけじゃないから、うん、本当にいろんなことがあるし、僕らもそうだけど、もう終わって2年経って、ね、彼らだって2年後3年後があるわけで、うん、あの過去もあるわけで、その、うん、その瞬間でしかないわけでしょ、でそこに悲しいことも嬉しいこともあるわけでしょ、いわばものすごく人間らしいその人間を取り戻す旅みたいな、うん、こういうのを見て、あ、なんか自分ってあそうやったよね、共感したりとか未来とか過去とか変わって、僕なんか変わったし、うん、変わる人も変わらないという良さもあると思うし、他人とは何なんだろうか、自分とは何なんだろうかっていうのを取り戻していく旅みたいな感じかなと、うん、あれ何言ってんの僕出てきた時の彼らじゃなくて、ちょっとずつ成長していくというか、うん、変わっていく彼らもちょっと楽しみだな、うん、角の立てた僕がローズとかスミちゃんとかみんなことやって自分を出せるようになったりとか、うん、なんか誰かを勇気づける番組だと間違いなく思うし、うん、誰かの人生を変えたり誰かが救われたりするのもこの番組の醍醐味かなと、参加した全ての方にとって何か一つ答えの出る旅であったし、真実の愛が見つかる見つからないんじゃなくて、反省のきっかけ、成長のきっかけ、人によって全然違うけど、なんか必ず一つ答えを持ってこの旅を終えてもらえたら、みんなにとってすごいいい旅になるじゃないかな。